メガリーデア、メガリーデア、ギリシア語、偉大なる思想の意味とは、ギリシャ国王を損一世によって唱えられた、ギリシア民族主義、民族統一主義思想。ギリシャ化した、ブラフ人で、アリパ社の息子のジーであったヨアニスコレッティスが初めて用いた、大ギリシャ主義とも。具体的には、ギリシア人の居住する小アジアの全地域、コンスタンティノポリス。 国会南岸のトラブゾーンを中心とするポントス地方、内陸部のカッパドキアなど近東のギリシャ人、居住区域は全てギリシアに帰属すべきであるとの主張である。さらに、コレッティスによれば、首都はコンスタンティノポリスに、経済的中心はアテネに置かれる。また、ギリシア正教会の旗のもとに、全てのギリシア人は、その居住地、トルコ領、 東リュメリア島の主権の地域を含むをギリシア国の半島の主権の大ギリシア国のもとに統合され保証され担保されるというものだったギリシャ王国内の住民だけがギリシャ人というのではなくギリシャの歴史ギリシャ民族と関連する国の住民は全てギリシャ人でありアテネとコンスタンティノープルがその中心であるとしていた当時のオスマン帝国による 統治下のバルカン半島では、セルビア人、ルーマニア人、ブルガリア人、アルバニア人らも同じく自らの領域を拡大することを考えていたが、彼らが比較的まとまった地域で集団と化しているのに対して、ギリシャ人らは広範囲に拡散しており、西はブロラ、アルバニアから、東はバルナ、ブルガリアの間で、各民族と混合しながら住んでた。さらに、 ギリシャ王国成立時には、ギリシャ領土も現在より、かなり小さいものであった。一方、オスマン帝国首都コンスタンティノポリス、マルマラ海沿岸、小アジア西部沿岸、スミルナ、カッパドキア、アナトリア、そしてポントス地方にまで、ギリシャ人らは定住していた。オソン一世は、クリミア戦争時にも、メガリーデアを支持。これに伴いギリシャも、オスマン帝国の敗北を契機として、 テッサリア、イピロス、マケドニア地方、当時は、ギリシャ領ではなかったへ攻め込んだが、オスマン帝国の弱体化を恐れたヨーロッパ列強が、オスマン帝国の保全に尽くし、東方問題、イギリスとフランスが、ピレウス港を封鎖。結局、ギリシャはこれにくせざるを得ず、オソン一世はこれを契機に、ヨーロッパ列強の支持を失い、ギリシャ王を退位することとなる。しかし、ギリシャは、 列強の利害関係から発生する対立を利用して、領土拡大に成功。1864年にはイオニア諸島を、1881年にはテッサリアとイピロス南部の一部を平和裏に手に入れた。しかし、クレタ島では、キリスト教いたずらによる放棄が1866年に発生して、以来戦争が続き、流血を伴った上で、 第一次バルカン戦争終了後の1913年に、キリシャ領土となった。さらに、マケドニアも諸民族の形相の地と化しており、独立を果たしたばかりのセルビア、ウルガリアらとマケドニアの支配をめぐって争うこととなる。キプロスもメガリーデアの対象となったが、キプロスのキリスト教徒は長く、ムスリムと共存していたため、これに即座に応えることはなかった。 しかし、ギリシャが独立したことにより、エノシスと呼ばれるギリシャとの併合を望む概念が発生。ギリシャはこれを学校教育や文化協会を通して、キプロスのキリスト教徒らへと浸透させること成功し、エノシスは、キプロスのキリスト教いたずらの総意となった。中でもキプロス正教会が大主教に、ギリシャ人を迎えたことによって、キリスト教徒の教会から、ギリシャ人の教会に化したことにより、 エノシスの象徴的存在と化した。1878年、ベルリン会議の結果キプロスの主政権は、オスマン帝国からイギリスへ移ったが、イギリスの政策により、キリスト教徒は、ギリシャ人として、ムスリムは、トルコ人として扱われたため、キプロス人の概念が形成されることはなく、キリスト教徒は、ギリシャ人としてのアイデンティティを持つこととなった。 ギリシャ首相エレフテリオス・ベニゼロスのもと、第一次バルカン戦争、第二次バルカン戦争において、ギリシャ領を拡大したことにより、このメガリーデア思想は実現可能と考えられたが、第一次世界大戦時に、ギリシャをコンスタンティノス一世と首相、ベニゼロスの間で参戦をめぐって、ギリシャが二つに分断された。最終的に、コンスタンティノス一世が亡命する事態に至ったために、 メリーデアはギリシャ統一という枠を超えたが、この事件はエスニコス・ディハズモス国家分裂と呼ばれる。国王はコンスタンティノス・一世の息子アレクサンドロス・一世が後を継いだ。ベニゼロスはメガリーデアの追求を望んでおり、この実現に邁進していたが、オーラは小さくても名誉がある国ギリシャを望んでおり、新たに得た領土の確実なる保持を行った後、 失地回復に乗り出すべきであると考えていたことからの、いさかいであった。結局、ベニゼロスは、第一次世界大戦終了後、パリ講和会議において、スミルナとその周辺、さらには、東西トラキアを要求、メガリーデア実現のための行動を起こした。これに伴いアメリカ、フランス、イギリスの同意を得た上で、スミルナを占領、翌年1920年8月には、 イスタンブールのオスマン政府との間にセーブル条約が締結され、ギリシャによるスミルナの5年間の統治とその後の国民投票によりその帰属を決定することが決められた。ベニゼロスはこの地域における出生率が高いこととギリシャ人を移住させることによりこ問題をクリアできると考えており、さらにはギリシャ本土では大歓迎された。1920年10月、 国王アレクサンドロス一世が死亡したことにより、第一次世界大戦時のエスニコスギハズモスのことが蒸し返されたことにより、11月の選挙でさらに大きなギリシャを生んだベニゼロスは亡命中のコンスタンティノス一世と激突、ベニゼロス派は大きく、議席を失うこととなった。このため、王党派が政権を担うこととなり、ベニゼロス派が粛清されることとなったが、 ギリシャ拡大政策は維持された。しかし、このことから、イタリア、フランスがギリシャにおける、応答派復活を口実に、トルコのムスタファケマルとの和平交渉を行わせて、ギリシャの拡大を阻止しようとした。そしてイタリア、フランスは以前とは違い、トルコへの武器提供を行い、イギリスは、口で、ギリシャへの励ましを、送りはしたが何も与えようとはしなかった。 ギリシャ軍はアンから目指して進撃していたが、1921年3月、ギリシャ国内の政治的、軍事的状況の悪化に伴い、小アジアのギリシャ人らを国際連盟保護下に置くという平和的、妥協案の受諾を、ことした。しかし戦況が好転していたトルコ軍は8月26日に、反撃を開始、これに撃破されたギリシャ軍は小アジアを失い、9月8日に、 スミルナから撤退することとなった。その後、スミルナでは大火災が発生し、3万人のギリシャ人、アルメニア人キリスト教徒らが虐殺された。これは後に、スミルナの悲劇と呼ばれることとなる。2500年続いた小アジアにおけるギリシャ人の歴史に終止符が打たれ、メガリーデアもスミルナと共に怪人と化すこととなった。今日では、 トルコの行動をギリシア人虐殺と批判する動きも見られる。が、現在のギリシャトルコ間の係争地となっているほか、キプロスではトルコ系とギリシャ系によって国家が分断されていい。また、ギリシャの極右政党応募の夜明けはメガリーデアの領土回復を主張している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。